はい、皆さんこんばんは。今日も、ちょっとね、日をまたいでしまいましたけれども、はい、動画投稿させていただきました。はい、ご視聴いただいている皆さん、本当に、毎日ありがとうございます。はい、で、まあ、今日はですね、タイトルにもある通り、大島選手の、2000本安打が近づいてきたというところでですね、まあ、いつか達成のタイミングになるんだろうなというところになってきてますけれども、まあね、まあ、間もなく、まあ、ドラゴンズファンの間でも、いつ、達成なんやろうなっていうのがね、まあ、物議を醸し出すタイミングにはできてると思いますけれども、まあ、皆さんはね、何日ぐらいかなっていう、はい、ふうに思ってるのかっていうのもコメント欄にいただけると、ありがたいです。はい。まあ、僕はですね、神宮かなっていうふうに思ってます。はい。土日のどっちか、はい、が濃厚なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、基本的にスタメンで出るっていうふうに考えると、まあ、今日の火曜日から、神宮の日曜日までって考えると24打席あるんですよね。24打席あって、でも24打席あっちゃうのって結構むずいんかなというところが可能性的に一番高いのかなっていうふうに思いますけれども、まあでもその次の京セラの阪神戦っていうのも、まあ、全然不思議じゃないのかなっていうふうに思いますし、まあ、難しいですね。あと6試合で8安打。まあ、1日1本ペースって考えたら、今日試合になるかなっていうふうに思いますけれども、まあ、当然神宮も、まあ、天気次第では、もしかしたら中止になる可能性っていうのも考えたら、どうなんですかね。まあ、妥当なのは京セラで、妥当じゃない。妥当なのは神宮で、もしかしたら京セラっていう可能性ですかね。はい。まあ、でもなんか、京セラで2000本安打達成する選手ってセリーグでなかなかいけないんちゃうから、もうほんまに阪神のね、この夏の試合のタイミングか4月のタイミングかっていうところになってくると思うんで、まあ基本京セラで達成したセリーグの選手って珍しいんじゃないのかなっていうふうに思うんで、まあそこを狙っていってもらってもいいかもしれないですけどね。まあでも神宮多いですね。多くはないんか。谷繁がそうやったんですかね。大島の1500本が神宮なのかな。ちょっとごめんなさい、あんまりちょっと調べてないんで分からないですけども、そんな感じかなっていうふうに思います。はい。まあその中でですね、まあ、皆さんがね、この大島選手が今まで1992本を打ってきたヒットの中でですね、まあ印象に残る1だとか、印象に残るヒット、まあ、ホームランでもいいです。はい。そういうのが、どういうヒットなのかっていうのをね、皆さんにコメント欄に書いていただきたいなっていうふうに思います。はい。私はですね、ちょっと、1992本の中に入らないんですけれども、まあ、2012年の、クライマックス、まあ、ここで、負けたら、試合最大っていうところの、まあ、ブランク選手が満塁ホームラン打った時の、大島選手のライト前ヒットが、なんか僕は印象的に残ってます。はい。ちょっとこの1992本の中で、って言われた時にパッと思い出したものは、そのクライマックスの試合やったんで、そういう風に答えさせてもらいましたけれども、はい。まあでもね、思い浮かべると、たくさんあるのは、はい、思いましたね。すぐにね、思いついたのがその試合やったんで、まあその試合かなっていうふうに思いましたけど、まあ皆さんまた、大島選手の2000本安打のね、道のりのヒットの中で何か記憶に残るものがあればコメント欄にぜひ書いててください。お願いします。はい。ゆたっとぶらで、まあね、まあもう日付今日になってしまって火曜日になってしまってますけれども、まあプロ野球の、中止じゃないのかっていうね、判断が、なかなかね、物議を醸してるっていうのもありますけれども、僕個人的にはもう個人的な話ですよ。個人的に思うのは、まあ、ドラゴンズが、やるっていうのならばやったらいいと思いますし、まあ、中止っていう判断するのやったら中止っていう判断したらいいと思います。はい。でも、どちらにしろ、まあ、僕らその、観客の身としては、まあ、行く、行かないっていうのを、まあ、そこの判断に委ねられるっていうのもあると思いますけれども、まあ、基本的にね、まあ、僕らも、
まあ、もちろんあの成人されてない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、成人されてる方っていうのを、はい、成人されてる方を対象に言わせていただくと、まあ、自分の判断ですよね、結局は。はい。何事もやっぱり自分の判断で、行う。で、それに、伴って生じた、まあ、責任はやっぱり自分の責任だと思うんで、まあ、すごいね、雨風すごくて、風がビュンビュン吹いてて、もうほんまに歩けなさそうな感じの中、あの行くっていう意味だったら、それでもあの行くのは行ったりとか、それもね、自己責任やと思いますし、まあ、それでね、何かあっても自己責任。はい。で、ね、特に何も雨風も吹いてなくて、まあ、全然台風7号、そんな大したことないやんけっていう風な感じなのであったら、まあ、自分が行くっていう風に判断したのであれば、自分で判断して行ったらいいと思います。はい。まあ、でも、その中でももしかしたらこれから、すごい強まるかもしれない。まあ、やっぱりね、まあ、いろんな報道を見て、ちょっと今日は行くのをやめとこうっていう風になるんだったらやめたらいいと思います。はい。まあ、結局はね、まあ、ほんまに生きてるのって、まあ、生きていくのって、まあ、自分の判断が、まあ、左右されていくのかなって、まあ、個人的には思ってるので、まあ、そこはやっぱり最終的には自己判断かなっていう風に思います。はい。まあ、ネットでね、ああだこうだ、ごちゃ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 、そういう風に言って、まあ、ネットの中でネットの人は助けてくれるかもしれないですけど、まあ現実世界ね、まあそれで行って、あの、まあもし何かあって、ドラゴンズが助けてくれるわけでもないですし、あの、その時に、言ってて、ネットのね、あの賛成者がいたかもしれないですけれども、ネットの賛成者が直接その人に助けてくれるわけでもないですし、あの、ほんまに自己判断なんですよね、結局。まあ、例えば、道端で出て上から、まあ、なんか、建設現場から物がパーンって落ちてきたりとかして、ほんで、ま、もしそれでね、最悪な時代に至ったとしても、まあ、それも、なんていうんですかね、まあ、ちょっと危機管理不足なのかなっていうふうに、まあ、僕はほんまに個人的に思ってます。だから僕はま、歩いてる時でもそうですけど、まあ、そういう、できるだけ、まあ、建設してるところの、近いところとかを通らないようにしてますし、まあ、ほんまにね、結局自分に何か起きたら、まあ、例えば自分が亡くなったりとかしても、もう後から何も言えないじゃないですか。はい。まあ、だからね、ちょっと今回そういう風に言わせてもらってますけれども、まあ、もし中日がね、明日やるっていう風に決断したのであれば、試合をやったらいいと思いますし、でもその観客である僕らの身分としては、別に行く行かないの判断はもう自分らの判断やと思います。はい。まあ、そこだけちょっと、今日のね、この動画を通して言いたかったんで、言わせてもらってますけれども、またこういうことを言うとね、球団のスタッフはどうなんやとか、選手はどうなんやとか、で、名古屋ドームでバイトしてるスタッフの身はどうなんやとか、それ以外にもいろいろあると思いますけど、まあ、そんな、キレのないことを言ってくる、ね、人も、もしかしたらいるかもしれないですけど、まあ、それも一緒で、自己責任やと思います。はい。もちろん、その風がビュンビュン吹いてて、すごいもう誰もがこんな試合やれないやろっていう風な状況だったら、それはね、中止にすると思いますし、それで、まあ、開催するんやったら開催するでやってもいいですけど、まあ、その観客はいかんよねって話で、でもそれでいかんかったらいいんですよ。はい。まあ、仕事もそうですけど、まあ、なんか休みにくいとか、風邪で、しんどいけど、行かなあかんから行くとか、まあね、こういうのもいろいろ例ありますよね。まあでもそれも聞く自己判断なんですよね。はい。しんどきゃいかんっていう選択肢も別にできるわけじゃないですか。はい。じゃあ別にそれでもいいと思いますし、まあこれはね、すべてのことに言えることなんですよね。はい。まあ、ほんまにね、何かな、例え何事に対してもね、そうですけど、まあ、その同調圧力っていうものに屈するんじゃなくて、まあ、とにかく、まあ、自分でしっかり考えて、行動していくっていうのが、まあ、皆さんね、そんなもちろん分かってると思うんですけど、それがまあ一番大事なのかなっていうふうには思います。はい。
みんながやってるからそういう風にやるっていうんじゃなくて、まあ、自分の意思ですよね。まあもうほんまにこれ、立浪監督がどうとかいうことに関してもそうなんですけど、まあ、立浪監督を辞めろっていう人がめちゃくちゃ多いんですけど、立浪監督が辞めて、どういう風なストーリーを描いて、どういう風になったら中日が強くなってって、っていうのを考えてる人って、どんだけの層がおるんやろっていうぐらい。はい。まあ、みんな立浪辞めろって言ってるから、俺も立浪辞めろって言おうとか。で、なんか、起用法とかね、もうそうですけど、まあみんながこういう風に言ってるから、俺も、同じことを言おうとか、もうなんかそういう人がちょっと多すぎるんじゃないかなっていう風に、見ててほんまに思います。はい。もちろん立浪辞めろって言ってるね、人に対して、めちゃくちゃドラゴンズのこと考えてて、で、まあこういう風にやってったら、ドラゴンズがこうやって強くなっていくんじゃないのかなっていう風な、アイデアがある人ももちろんいると思います。はい。そういう人とはぜひちょっとね、なんか、話させていただきたいなっていうふうに思いますし、まあ、もちろん僕がね、ドラゴンズのファンとしてやってて、まあ、ほんまにね、結構長年やっぱり球場に来られてる方っていうのはたくさんいらっしゃるので、まあ、ほんまに毎日毎日ね、たくさんいい話を聞かせてもらったりとかもできますし、まあ、人それぞれの考え方、まあ、皆さんたくさん個性を持ってるなっていうふうに思いますし、まあ、なんかそういう人、そういう人らと喋ってるのがやっぱ楽しいですよね。もうなんかただ単になんか二番煎じのように同じようなことをバン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 喋ってるような人とね、まあ、そういう人とあまり会話することないんですけど、まあ、やっぱり長年ねドラゴンズを見てるだけあってほんまにしっかり見てるなっていう、まあ、球場にやっぱり来て足を運んでで、まあ、このチームをしっかり見てきてるなっていうのはほんまにね、感じることが多々ありますし、ほんまに日々、いつもお世話になっている方には、勉強させてもらってますし、はい。たくさんいいお話を聞かせてもらってます。はい。まあだからやっぱりね、まあ球場に足運んで、このチームをしっかり見てきてるっていうのは、まああながち、なんていうんですかね、ただ球場に行ってる、だけじゃないなっていう風に思う人はほんまに多いですね。はい。ほんまになんかその上辺だけで見てる人じゃなくて、まあ、ちゃんと、球団のっていうかまあチームの、仲間でしっかりね見て話されてるなっていう人はほんまに多いなっていう風に感じます。はい。まあそれとまあそれとね通ずるものがあるかどうかわからないですけど、まあ結局はなんか。人ってやっぱり自分の責任で生きていかないといけないなっていうのは僕もねまあ、二十何年間がしか生きてないですけれども、まあ、そういうのはつくづく感じる世の中ではあります。はい。なのでね、こういうことを言っても批判をする人もいると思いますけれども、まあ賛成ね、してくれる方も、まあ、ほんまにね、ドームに行くと、まあいつも見てるでって言ってくれたりとか、ほんまに言ってることを、賛同できることばっかりだわって言ってくれる人が、ほんまにね、たくさんいて、まあやっぱり球場にこうやって積みかけてきて、ね、このチームを応援する人っていうのは、まあもちろんね、テレビの前で応援され、仕方なく応援されてる方とか、まあ、どうしても球場に行けない方っていうのもね、いらっしゃると思うんで、まあ、全員が全員っていうわけじゃないですけれども、まあ、しっかり、なんか、見てるものが一緒な人もね、いるんやなっていうふうには実感しますし、ほんまにありがたいことですね。はい。だからまあ、皆さん、自己判断で、物事をね、進めていくようにしましょう。はい。すいません、ちょっと上から見せて申し訳ないですけれども、はい。ゆたっとほら。ほんじゃ、ちょっと明日からまた読売3連戦が始まります。ちょっと明日ね、個人的には、菅野が先発するっていうところがちょっと楽しみではあるんで、まあ、ちょっと個人的には見たいなと思いますし、まあ、小笠原と菅野っていう、まあ、本来今年ね、開幕戦で見れたであろう試合ではあったんで、まあ、なかなかね、菅野投手を打ち崩してっていう試合もね、見ることができないんで、
まあ明日ぐらいは、まあちょっと、小笠原のね、ちょっと今までの、まあ、2戦3戦、ちょっと不甲斐ないピッチングが続いてたんで、まあ昨日ね、ほんまに、柳があんな行動してくれて、まあなんか、俺が引っ張っていかなあかんっていうような希望を見せてくれた試合ではあったんで、まあ小笠原がね、ほんまに左のピッチャーの軸となって、頑張ってもらわないといけないピッチャーだと思うんで、ほんまにそこは、ね、まあ背中で、そうやって記してほしいなっていうふうに思います。はい。まあ、じゃあそんなところですかね。じゃあ明日また岡林選手が、27試合連続ヒットを打ってくれることと、まあ、大島選手が、できるだけ本数減らしてもらって、まあこの近日中にね、2000万安打を達成してくれることを、祈って、で、まあそういう未来ある、試合をやってくれることをね、また明日も祈って応援していきましょう。はい。じゃあ明日は、皆さん個人の判断で、行く行かない決めて、はい。行かれる方はしっかり応援して、行かれない方は、ね、まあ、ちょっと家でしっかりと応援していきましょう。はい。ゆたっとほら。まあ、ほんでね、まあ、結局そのチケットのね、お金のこととかもあるんで、まあ、ね、まあ、ここの問題に関しては難しいと思うんですけど、まあ、ちょっと、どうしてもね、まあ、遠方で、なんともならなくて、行けなかったっていう人、まあ、ちょっと球団のね、人にも相談したりとかしてみるのもいいかもしれないですね。もしかしたらなんとかなるかもしれないですし、はい。じゃあ、まあ、そういうところは、まあ、球団も、まあどうしても遠方で行けない方に対してはまあそういうふうに対応するとかは検討していってもいいのかなっていうふうには思いますね。まあそこがね、なんかバックアップして解決できれば、まああんまりね、明日もし試合を開催してもそんなにごちゃごちゃ言われることもないんかなっていうふうに思いますね。はい。っていうところです。はい。じゃあ今日もね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。じゃあ今日も失礼します。